なんだよ。それよりもお前、もっとこっちに来い。悪い。俺、もしかしてまたやっちまったか？もしかしなくてもって。そんなに顔を真っ赤にしなくていいだろう。寝起きに襲っちまうのは癖なんだから。ま、今はお前にだけ。だから、これくらいそろそろ慣れろ。それに、昨日の夜は、もっと恥ずかしいことしてただろう。確か、昨日はお前からキスしてきて。なんだ、忘れたのか？お前は本当に嘘が下手だ。かわいいな。はいはい。これくらいにしておいてやるよ。やっぱり、お前の体、温かくて柔らかいな。こうして、ぎゅって抱きしめてると。二度寝しそうになる。で、まだこんな時間じゃねえか。もう起きるのか？仕方ねえな。わかったよ。代わりに、目が覚めるようにあと一回。いいだろう。おはよう。まあ、そうだな。すげえいい夢を見てたんだ。お前がずっと俺の隣でニコニコしてる夢。そしたら起きても一番最初にお前の顔があって、幸せだって思ったよ。照れてんのか？おい、シーツにくるまって顔隠すなよ。そんなに可愛いことされたら、もう一度お前のことを襲っちまいそうになる。冗談だ。だからそんなに慌てるな。ま、お前を襲っちまいたいのは本当だけどな。よし、せっかく早起きしたんだ。お前とこうしてゆっくりできるのは久しぶりだから、出かけるか。それじゃ、準備してこい。